アルゼンチン宇宙活動委員会はアルゼンチンの宇宙開発機関。コルドバにあるトラッキングアンテナアルゼンチンの宇宙研究活動はアルゼンチン空軍が全権を持つ宇宙研究委員会が1960年代から管轄していた。1970年代から始まったコンドロミサイル計画が1991年に中止された後、国の施設や人材を引き継ぐ形で、 カルロスメネム政権下の1991年5月28日に大統領直轄の非軍事機関として宇宙活動委員会が設立された。コニーは対外関係国際省務省下の宇宙開発局として宇宙プログラムを立案、遂行、運営している。コニーの1995から2006年期間の戦略的事業計画の中心は科学、通信衛星であり、 主要プログラムとしてイタリア宇宙機関と協力した地球観測通信衛星サオカムや作衛星シリーズの開発、国内におけるテレメトリトラッキングコマンド地上局の整備などが挙げられる。その他1980年12月設立のマールチキータ地上局でランドサットデータを受信し、ビンセンテ・ロペスセンターで処理と保存。 解析を行っていたが、受信装置の故障発生後は修理せず、休止したままとなっている。国際協力における主なパートナーは、アメリカ航空宇宙局及びイタリア宇宙機関で、他にブラジル、ベルギー、ドイツ等とも協力実績がある。国営企業のインバップ社がコニーの宇宙活動を全面的に支援しており、コニーが開発している。 作衛星シリーズの設計開発のほか、衛星の運用、地球観測衛星のデータ解析等、コーニーの全活動をカバーしている。スペースシャトルから見た作衛1996年11月4日に、ペガサスロケットによって、アルゼンチン発の科学衛星作 B を打ち上げた。しかしロケット側に問題が発生して、衛星の分離ができず、 ソーラーパネルの展開ができないままバッテリーが切れるまでしか運用できなかった。1998年12月3日に質量約 70kg の技術試験マイクロ衛星サク a をスペースシャトルによって打ち上げた。2000年11月21日にはデルタロケットによってサク c を打ち上げた。質量約 500kg の中分解能陸域、海洋、大気。 地磁気観測衛星でアルゼンチンやその他南半球地域に衛星画像を提供している。なおこの衛星は NASA のランドサット7、テッラ A を、エオマイナス1とともに AM 衛星コンステレーションを構成している。サク d の打ち上げアルゼンチンの衛星として最も新しく打ち上げられたのが2011年6月10日打ち上げのサク d である。NASA や 他国の機関と協力して開発され、海洋観測等を主目的とする。運用期間は5年。現在、ブラジルと協力した地球観測衛星作 E、イタリア宇宙機関と協力したサオカムの開発を行っている。ありがとうございます。